はい、新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。新人研修担当の、小口です。よろしくお願いします。今回は、皆さんに、これから社会人にとって大切な心得みたいなものを私からお伝えできればなと思います。で、一般的には、こうパワーポイントだったりとかねを使って、説明される方がすごく多いと思うんですけども、私はもっぱら手書きです。はい、ですから皆さんも、手書きで、書いていただきたいなと思うんですけども、じゃあ手書きの良さを考えた時に、なんで手書きっていいんだろうって考えたことありますかね。やっぱり最初記憶に残りやすいんですよ。記憶に残りやすいし、やっぱり吸収、その分やっぱり吸収もできるよねっていう話です。ですから皆さんもメモは手書きで。するようにしてください。お願いしますね。じゃあ手書きの良さを考えた時に、例えばなんですけど、手紙をもらったとしましょう。手紙ね。で、手書きでもらった手紙とデータでもらう手紙、これどっちが嬉しいですかっていう話になってきます。どっちが嬉しいですか、武田さん。手書き。手書きです。手書きがやっぱり嬉しいよねっていう話になりますので、今回今経理念お伝えしますけれども、手書きの良さもお伝えしながらちょっとお話できればなと思います。はい、お手洗い行ってきてもいい？はい、行ってきてください。どうぞ。はい、じゃあね、3つ経理念うち大事にしていることあります。最初です。最初、使命です。私たちが目指すべき使命、そしてここに目指すべき姿があります。ここに姿ね。あともう一つ、ここに入るのなんだ、提供価値です。そう、提供価値ね。これって全てつながっていきますね。つながっていくことによって、ここに何が増えるんだろう。笑顔が増えます。笑顔が増えると、あとさらにここの世界ってどんどんつながっていくのね。ですからこの話をして、武田さん、メモ取りましょう。これデータでいただけますか。データは作ってないです。ですから手書きでメモしてください。はいね。じゃあこれね、つながるよっていう話しました。じゃあどうつながっていくんだろうね、話しますけれども、ここのね、紙面とここがまずこうつながります。はい、じゃあここに入るものなんだ、武田さん。わかんないか。じゃあ見ていいよ。感謝。提供価値ですね。提供価値、ここに入ります。じゃあ使命と提供価値、こうやって結びつきますよっていう話します。ですけれども、ちょっと経営理念まだ理解できていない方がいらっしゃるみたいなので、はい、じゃあもう一度おさらいしていきましょう。ここにまず使命が入ります。で、ここに、目指す姿、目指すべき姿ですねが入ります。で、ここに提供価値が入ります。で、これ3つつながることによって笑顔増えるよ。笑顔増えたらどうなるかな、どんどん広がって、武田さんデータは信用できません。手書きでやってください。デリートね、手書きでちゃんとメモしてください。コントロール Z ちょっと何してるんですか。データは信用できません。デリートしてください。ちょっと何してるんですか、武田さん。やめてください。手書きはコントロール Z できません。ちょっとやめてください。武田さんほら、復元できない。ちょっと待って、浮かび上がりました、心。ほらこれで私の研修は終わります。ありがとうございました。